料理初心者の宗像くんが時短やヘルシーをテーマにしたイケてる料理に挑戦。イケメシ。今日料理を教えてくれる先生は料理研究家の鈴木理子先生です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日のイケメシはこちらです。人気のスペイン料理が簡単に作れます。エビとマッシュルームのアヒージョ。材料です。無糖エビ、マッシュルーム、ニンニクなどご覧の材料をご用意ください。まずはエビの殻剥きから。お腹の方に指を入れて少しずつ剥けば難しくないよね。殻を剥いたら背中から包丁を入れて背わたを取っていくよ。さあ残りのエビもどんどん殻を剥いていこう。ここで今日のイケメシポイント。今日のポイント、エビの下ごしらえを丁寧にすることです。と皮むきと背わた取りまで終わりましたが、この後に塩と片栗粉とお水でもみ洗いをして汚れをしっかり取っていきますね。やっぱり殻付きのエビだと生臭みが残りがちなので、丁寧に処理してあげることでより美味しく食べられます。剥いたエビに塩、片栗粉、水を加えて優しく揉み込むよ。こうすることでエビの臭みと汚れが取れるんだって。美味しい料理のためにぜひ加えたいひと手間だね。この後は水ですすいでしっかりと水気を取っておくよ。じゃあマッシュルーム切りましょうか。はい。ちょっと大きいので縦半分の2等分にお願いします。はい。マッシュルームとエビの相性は抜群。ぜひ加えたい食材です。赤唐辛子は半分に切って種を取り除こう。ニンニクは細かいみじん切りにするよ。そちらのフライパンですね、はい、そこにオリーブオイルが入ってます、はい、そこに先ほど切ったニンニクのみじん切りも入れてください、はい、冷たい油にニンニクを入れてから火をつけます。ニンニクの香りが立ってきたら、エビ、マッシュルーム、赤唐辛子を加え弱火で煮込んでいくよ。早く仕上げたいからとついつい強火にしてしまいがちなんですけども、この弱火でじっくり火を入れるっていうのも美味しさのポイントになるので、焦らずね、ここはいきましょうね。弱火で5分ほど煮込んだらいい感じになりました。塩コショウで味を整え、仕上げにパセリをたっぷりと加えよう。エビとマッシュルームのアヒージョが完成。軽くトーストしたバゲットにのせて召し上がれ。アヒージョ初めて食べるので楽しみです。いただきます。エビとマッシュルームがプリプリで、マッシュルームを噛めば噛むほど風味が広がってきます。簡単に作れるので家でも作りたいです。他の魚介やキノコ、あとお野菜なんかを入れても美味しくできますので、ぜひ試してみてください、はい。